夏になりました。今日は7月の12日金曜日、海の日3連休前の夜です。ここは東京竹芝桟橋、これから伊豆諸島方面東海汽船サルビア丸にて伊豆大島に向かいます。1年でトップレベルで混雑する今日は、私が予約していた時でもう大量にある席の最後の1席だけが指定席で残っているという状態。とてもいい席、上から2番目の特一等という寝台個室を利用することになりました。港区のシンボル、東京タワーが見送ります。東京の夜景を見ながら出発できるのが、伊豆諸島方面の船に乗るとき大きな楽しみです。東京タワーの他にもこの辺りでは、レインボーブリッジをくぐることになりますが、これもまたやはり見どころ。なかなか東京に住んでいてもする体験ではなく、伊豆諸島へ行くときだけかな、レインボーブリッジを普段くぐるのはね、まあ、他にも水上バスとか乗れば見られますけど、船の甲板はこのような状態。これレジャーシート敷いてありますけど、普段はね全然人なんかいなくて普通に好き勝手に歩けるんですよ。今日はもう客室にお客さんが入りきれなくなっていますんで、みんな外で雑魚寝状態です。去年この動画についてはご紹介しました。ちなみにこれは船の中で出会った大学生グループだったのかな、みんなでね乗って楽しそうだったんで、じゃあせっかくだから動画に映ってくださいよ。たまにはこういうこともしました。結構視聴者の方にはねたくさん会いますよ。それで船の中で眠りまして、夜朝4時50分頃、朝早いんですね、客室の中で目覚めました。桟橋係員が回収をいたしますので、グループ、団体、ご家族のお客様でもお一人様1枚ずつお手元にご準備をお願いいたします。伊豆大島への着岸は早朝の午前5時となっています。あまりにも朝早いですが、まあ、この船はこれから先もまだ航行を続けますので、朝早いのも仕方ありません。もうすでに港には車がたくさん迎えに来ています。船からの荷物を受け取ったりもするわけです。昨日の夜あった大学生グループはこっちへ向けて一番上のデッキから手を振ってくれました。朝早いのにわざわざ見送ってくれてありがとうございます。この伊豆大島ではやっぱり早朝に船が着くにも島の人たちは慣れているので、それに合わせた体制があちこちで組まれています。ここからバスに乗り換え、もう島のあちこちへ向かうことができます。ちなみに伊豆大島のナンバーは品川ナンバー、東京の島嶼部は全てこのナンバーです。バスがたくさんやってきています。船の接続便です。船の接続便のバスを逃すと次は午前7時ぐらいのバスになります。これはちょっと大変ですから、ちゃんと遅れずに乗り込まなければいけません。ここは伊豆大島の1つ目の港、岡田港。天然の湾で波の影響を受けにくく、船を着けやすい港です。途中バスで移動していると東京都大島市長、それを見ることができます。それからその先にまた元町港の近くですが、これが大島町役場です。元町港というのが伊豆大島2つ目の港。元町は、まあ、聞いて多分ねよく聞く名前だと思いますけれど、大島町の中心部ですから、船は基本大島町の中心の元町港に着けたいんですけれど、ただ朝早い時は海の状況を判断するのが難しいからなのかな。大体の場合は船には着きやすい岡田港に着けることが多いです。また海にはちょっとうねっていたり波が高かったりすると、やはり岡田港に着けるということになります。そういうわけで朝一番に着いたらばこの元町に着かなければいけないんですが、元町港ではこのような御神火温泉というのがありまして、ここで早朝から特別に営業しています。船がですね夏になると早朝に大島に着くようになるんですが、それに合わせて船から降りたお客さんを迎え入れる体制がこのように組まれているのです。だからね意外と不便はしないんですね。そこで2時間ほど休憩した後、また元町港から出発するバスに乗りました。岡田港周辺にはほとんど何もありませんので、もう船で夜行からずっと移動してきて岡田に着いたら、ね、それからバスに乗り換えた方がいいです。これから向かうのは伊豆大島の一番高いところ、三原山。この辺りは椿がたくさん咲いていて、冬の時期には咲いているというか椿の木がたくさんあってですね、冬の時期にはいっぱい見ることができます。他にももともとリスを飼っていたのでリス村というのがあったんですが、それがですね出てきた台湾リスがいっぱい住んでいます。これが伊豆大島の全体、確か山手線の内側と同じぐらいの大きさかな、結構大きいですよ。岡田港からこんな感じで、山手線と同じ大きさじゃないの、もっと大きかったと思いますね。これが今バスのルートをこのように辿っているんですけれども、元町から上り、そして今三原山、三原山頂口というバス停まで行きます。そこから先は歩いて往復5キロの道のりで三原山の河口まで行くことができます。ところで本日の出港地は元町港となっていますが、朝一番の船のほかはその日の海の状況によって元町港から出るか岡田港から船が出るかが決まります。この日は元町港となりました。船がどこから出るのかというのは島一番の毎日の関心事となっています。三原山の中腹には大島温泉ホテルというホテルがあります。私は泊まったことはありませんが、しかしこのホテルはおすすめします。なぜなのか、これはこの後でまたご紹介することにしますね。後で寄りました。三原山も随分上まで、いや今日はよく見えますね、よかったです。前に高校の時に歩いて登りまして、往復8時間ぐらいかかったかな、金がなくてね。
運転手さんがこのようにところどころでバスから地元の方特有の、まあ、知っているですね案内をしてくれます。そして途中でなんとちょっと皆さんもし時間があって大丈夫だったら一回ここで降りてみませんか。元町港が見渡せますよ。今日は曇ってましたがこのように下の元町が見えました。なお私が前に三原山に歩いて登った時に撮った写真、高校2年の時のものがねありますんでよかったらご覧になってください。これ元町港からちょうどジェット船が出ていったところです。奥に見えるのは伊豆半島、伊豆大島とはこのような位置関係にあります。そしてまたバスに歩いて戻り、これ普通の路線バスですからね、なかなかこういう待遇してもらったのは初めてでしたが、そして今三原山頂口のバス停に着いたところです。早速三原山がよく見えます。阿蘇山などと同じような構造、もともと一つの山だったところ、マグマがどんどん外へ出て、そして陥没し、もう一度その内側に山ができた外輪山、それから内輪山、2つの山があるわけです。内輪山の方がはるかに高いところにあります。この三原山は昭和61年とんでもない大噴火を起こしました。最初は噴火しているのが見える、観光客がどんどん来るぞという程度のノリだったんですが、その後シャレにならない大噴火になりまして、今もこのように溶岩の流れた跡が残っています。その時東海汽船は独自の判断で素早く全ての船舶を大島に向かわせ、全島避難、全島民1万人が全て避難するという大変なことになったんですが、その時にも大活躍しました。また大島の避難対策本部も様々いろいろと苦しい判断を迫られたんですけれども、スムーズに最終的にはことが運びまして、そして死者などは誰も出なかったようですが、道路が現在でも寸断されているところがあります。その溶岩のためですかね、足元にところどころ巻かれているというか広がっている砂も結構黒くなっていますし、またこのようにところどころ万が一の噴火に備えてのこのような待避所があります。現在そんなすぐに噴火するとかそういう危険はないと思いますが、立派な活火山で後で映すと思いますが水蒸気なども上がる、ちょっと怖いところでもあります。1986年溶岩流先端部、これですね、私ちょっとあんまり意味が分からなかったんですけど、ここら辺まで大量のマグマが降りてきたってことですね。さらに町の方までも行きまして、元町港をめがけマグマが下ってくる、そして島民がその元町港になんとかマグマから逃げないと全員大変なことになるぞという、結構ですね絶望するような映画みたいな出来事がこの島の中で繰り広げられていたそうです。でその後噴火の年だったかな、昭和天皇の慰問がありまして、すぐに三原山までのズタズタに壊れてしまった道は修復をされ、現在もスムーズに登ることができます。でもすごいですよね、やっぱり火山の風景。さっき足元を映しましたけれど、カリカリカリとちょっと軽い音がしました。空気がたくさん含まれている溶岩、ちょっと記念に持って帰りたいところですが、ここは国立公園ですからね、どうなんでしょう、そういうのやっていいんでしょうか。やっぱりなんだかんだで登山です。全長5キロというのはお手軽ですけれど、上り坂お疲れ様です。ちょっと一休みしませんか。これ晴れていたらもっと良かったかもしれませんが、それでもやっぱり火山特有の緑に包まれたものと、それから溶岩のなんていうんですかね、茶色といいますか黒というか、そのコントラストが美しいですが、お茶はもうほとんどなくなってしまいました。山頂付近に来るとこんな感じでね、先がとんがった細長い楕円形の溶岩がたくさん見られますけれど、これは多分火山火口から噴出してきて、そして空気抵抗によってこのような形になったんじゃないですかね。わかりませんけどそう見えますよ。向こうのあたりでは、ね、見てください、これはね水蒸気だそうで心配はないそうですけれど、火口の壁からあのように湯気が立ち上っているのが見えます。ちなみにこの辺りはもう結構涼しくなっています。もともと登ってくるときは暑かったんですが、伊豆諸島というのは結構涼しくて、夜になると気温も下がります。本土とはもうまるで違う過ごしやすさ、しかし何かひとたび災害が起これば大変です。これは三原山の山頂にある神社ですが、この神社はね溶岩がバーンとこう湧いてきたときにも、ここだけは流れずにそのまま残ったんだそうです。七不思議だかなんだかの一つに数えられています。そしてまたこちらはゴジラ岩といえばいいのかな、ゴジラの形をしているということですが、ちゃんとですねつながりもありまして、映画なのかな、ゴジラ、そのラストシーンではゴジラが三原山の火口に叩き込まれ、そして消息不明になるというエンディングがあるそうです。頑張って登ってくると、つってもまあ所詮ね、今回はバスで登ってきて5キロぐらい歩いてるだけなんですけれど、それでも山頂の清々しい感じ、高さは700メートルぐらいだったかな。これ分かりますかね、溶岩の中に穴があってトンネルみたいになってるんですよね。でそれが細長く奥まで続いています。これ分かんないですけど、私の適当な憶測なんですけど、もともとここに木があったのが溶岩によって倒れて、その周りに溶岩がまとわりついて中の木は燃えてしまって、そして空洞になってるんじゃないですかね。どうなんでしょうか、全然違うかもしれません。またここから先すぐのところにも地中から水蒸気が上がっているようなところが見えました。もうそろそろ三原山の火口を見ることができます。前に火口に来た時は曇ってしまっていて、火口の中に雲がたくさん詰まっててですね、全然見えなかったんですが、
標高570メートルかな、700メートルじゃなかったね、失礼しました。これが三原山の火口です。深さは200メートルほどあるそうです。ですからこれでもやっぱり一番深くまで見ることはできません。火口一周お鉢巡りというコースもありますが、それでもやはりこの崖ギリギリのところへ行くことができるわけではないので、なかなか見ることはできないそうです。ドローンかなんかあれば見られるんでしょうけどね。これわかりますか、この茶色いところが断崖絶壁で地下っていうかね、あの下700メートルまで行ってるんですよ。そしてまた下り坂降りて戻ってきました。飲み物も帰りは涼しかったんでね、足りてしまいました。でも2本あった方がいいでしょうね。この登山口のところ、三原山頂口のところには売店とかこのような自動販売機などもあり、もちろんトイレもあり安心です。昭和の雰囲気漂うこの茶屋と書いてあるところでお食事できますか。これは椿天丼というメニュー、これは名物にあるの明日葉です。わかりますかね、緑色のこの植物ですけれど、昨日切っても明日には今日切っても明日には生えてしまうというわけで、漢字もそのまま明日の葉っぱ明日葉と書きます。なかなか爽やかな香りがしてですね、伊豆諸島に来たなという感じがするのと同時に、単純にこれ自体も美味しいので、普通にもっと食べられるようになるべき植物なんではないかと思いますが、伊豆諸島静岡の特産なんですね。なかなか他のところでは数が大量には取れないのかな。これを箸で口で割るのがちょっとね、行儀がいいのかどうか私は分かんないんですけど、ともかくエビ天も上に乗っています。これがなかなか立派なエビでございまして、中もですねプリプリ太く入っています。ちなみに今回は1日乗車券を買いました。まあ、これ買うとね、三原山と他のところバス乗るんだったらこれ買っといた方が安くなりますね。バスの目的地は出港地行き、お方から船が出る場合は岡田行きだし、元町から出る場合は元町行き。これが伊豆大島特有の文化ですよね。出港地というのが2つあるので、その日によってバスの行き先が変わるし、島の人たちの動きもその船の出る場所によって変わるのです。温泉ホテルに着き入浴しました。写真も撮らせてもらったんですけども、しかしさすがに YouTube にアップロードすることはね、まあ、できないというか、まあ、そのいいかどうかも聞いてないので、写真については公開できませんが、これパンフレットですけどね、すごいいい写真じゃないですか。これ手前側に植物があって、その三原山をね奥に眺めながらの、こういう本当にこういう感じなんですよ。もっとこの写真よりいいな。泊まるのもいいんですが、800円で日帰り入浴できましてね、入浴するだけでも最高ですが、もうこれね寄るべき場所だと思います。13時からですね、東海汽船グループの、冬季観光株式会社そういうところになってですね。さてしかしですね、この天気でも三原山はうまく見えたんでとても良かったんですが、それでもちょっと天気が悪くなってしまいました。この日もうちょっと大島を見ていこうと思ったんですが、日が変わりました。乗船変更、船は東京行きの夕方の便持っていましたが、それを熱海行きの予約に切り替えました。ジェット船2250便、これでですね、45分で熱海まで行くことができます。さっき天丼を食べたんですけれども、う一つだけ島で食べていきたい名物がありました。べっこう寿司です。これはね、売店でお弁当でも売ってましたんで、じゃあお弁当で買って帰ろう。そういうわけですぐに船に乗り込みます。シートベルトをご着用くださいと書いてあるこの船は、通常の船ではなく空の上を飛んでいく、海の上を飛んでいくジェットフォイルと呼ばれるもので、アメリカのボーイング社が製造した飛行機の技術を応用した船だと思われます。最高速度も通常とは全く異なり、マックス80キロ、80何キロか出るのかな。船の中もちょっと違いますよね、特急電車みたいです。これがその買ってきた島寿司です。美味しいですよこれ。上に明日葉、それから下はね、何だったかな、何の魚か忘れたんですけど、オリジナルのタレみたいなものに漬け込んだお寿司です。島の保存食っていうわけなんですよね。からしなんかも混ぜ込んでちょっとピリッとしているんですが、このね、元町港の上で売っている島寿司、いや島寿司じゃない、べっこうだ、これね間違えると良くないらしいんですけど、べっこうというタイプの寿司と島寿司というやつとですね、2種類似てるんですが、これはそんなに辛くなくて美味しかったですね。特にこの今お見せした明日葉の葉っぱがいいアクセントです。食べてる間にもう熱海まで近づきました。本当に近いですよこれ。明日葉をこう1個残してですね、ほんの1個だけ後で熱海で食べたいので幸せを取っておくことにしました。いや本当にあれはね美味しい、700円だったかなお弁当、そんな高い方のお弁当でもありません。ちなみにこのジェット船についてちょっと見ていただきたいんですが、これ普通にね今遊覧船と同じようにチャプチャプ行ってますけど、これですよこれ。ふわーっとね、こう離陸じゃないですけどテイクオフするわけですよ。離水という言い方をするんですが、英語では飛行機もこのジェットフォイルもテイクオフという同じ言葉を使いまして、完全に船体を海の上に上げたまま飛んでいきます。まあ、実はね、海の下にほんの板切れみたいなものがあり、水中翼というもので飛んでいるんですが、飛行機と基本的に同じ揚力を使って、そしてまた水の抵抗を減らし進んでいくという変わった船です。これによって伊豆大島の観光は非常に便利になっています。
さて、そういうわけで、今度はですね、私の気まぐれで熱海にやってきました。こういう気まぐれ旅っていうのが個人的には一番面白いと思いますけどね。じゃあここの天気ダメだからこっち行っちゃおうみたいな、熱海ではまた温泉に入ろうと思いますが、こんなものありましたんでね、何が出るかな。ちょっとね、私こういうガチャガチャみたいなの好きなんで、バッチだけは買うわけですけれど、東海地方限定だというこれは N700 系新幹線が当たりました。最新のやつ、ラッキーですね。さて、熱海では大湯間欠泉というこういうものがありますが、もうこれ見てね、あそこかと分かった方もいると思いますし、熱海という時点で私がどこに行くか気づいた方も、もしかしたら私があちこち行きまくってるんでね、もうお気づきの方もおられるんじゃないかと思いますけど、こちらです。旅館と書いてありますが、今は旅館の営業はしてないはずですね。日光亭大湯と書いてあります。日帰り温泉施設、熱海でも1、2を争う人気のあるところではないでしょうか。多分そうだと思う。いや、1、2を争う人気っていうとまた違うかな。コンビニで買ってきたアイスをまずは休憩所で平らげます。その後は温泉に入浴。ちなみに日光亭という名前ですが、日本航空とちょっとだけ関係があるそうです。今でも日光からカレンダーをもらってるみたいなこと言ってましたね。男湯と女湯ともちろん2つに分かれていますが、中はこんな感じでレトロな温泉施設、旅館みたいな雰囲気です。人はものすごく混んでいて、富士宮から来た方とかね、視聴者の方も何人も会って、いろいろお話をしてですね、スーツさんの動画見てここ来たんですよって方も多くて嬉しかったです。いい雰囲気でしょう。日帰り入浴の料金は1000円です。ちょっと高いんですけどね。お湯はさすがに移すことはできませんが、こんな感じのところ、これはね、今日は女湯になっていました。女湯と男湯と日帰りでやるんですよ。で、日替わりでやるんですが、女湯がここで当たったら、ちょっとまあ男としては残念ですよね。この写真のところが本当に素晴らしくてですね、ここで高校1年の時に高かったんですけど入って、あ、ここは素晴らしいと思って、それ以降は常連になりました。でもね、何度も何度も来てるんですけどね、運悪く毎回この広い方のお湯が女湯になっている時に来てしまうんですよね。事前に電話で男湯がどっちであるか確認してから来るといいと思います。取っておいた島寿司はここで食べることにしました。付属の山椒をかけて、また風味が変わります。いや、これ本当美味しかったですね。2つ買えばよかったなと思います。伊豆大島行かないとなかなか食べられないんですけど、他にも竹芝桟橋とかね、大島じゃなくても伊豆諸島の名産なんでね、他のところでも明日葉とか島寿司とか食べられますが、これ絶対食べた方がいいです。本当美味しいですから、これは。で、お寿司食べながら、温泉施設ですからね、必ず冷水器みたいなの置いてあるじゃないですか。水飲んで、お気楽な午後です。雨が降っておりますが、また雨の音もわびさびっていうんですか、わかりませんけど、この庭でピチャピチャと音がしましていいもんです。かなり遅くまでいました。夜の7時半ぐらいまでいました。マッサージチェアは100円です。ここに100円入れてですね、ガチャンと赤いランプがつきますんで、あとは押せば揉んでくれます。今日はなんだかんだ歩きましたからね、三原山の登山して、それからまあ多分1日で7、8キロぐらいは全部で歩いたでしょうか。朝も早かったですし、4時50分起きですよ。ところがですね、これ、大した問題じゃないんですけど、止まってしまいましてね、時間が過ぎるとタイマーで止まっちゃうわけですが、足をしっかり揉んでもらってる最中だったので、なかなか抜けなくなりました。本気出せば簡単に抜けましたけどね。思いっきりスポッとやって、そしてここも出るときにですね、あ、YouTuber の方ですよね、おかげさまでお客さんがいっぱい来てですね、助かっております、ありがとうございます、声をかけてもらいまして、前にですね、こことお話をして撮影をさせてもらえるということで話はついてるんですけれど、結構私が紹介しまくったおかげでお客さんがいっぱい来てるそうです。いや、嬉しい話ですね。そういうお話どんどん聞かせてください。途中こんなラーメン屋さんがありました。品そば風味ラーメン屋、醤油ラーメン、新しくてなんかおしゃれなところっていう感じではありませんが、絶対こういうところの醤油ラーメンは美味しいと思って入りました。前に自分でさっきの日光亭大湯に行った時にね、ノンアルコールビール買って、風呂上がりのビールはうまいという動画出して思い出してですね、風呂上がりのビール飲むか、ほてった体に、今回もノンアルコールですが、というか毎回そうですが、これをついてですね、どんどん飲みます。喉が渇いているとあっという間にビールは体に染み込んでなくなってしまいます。そしてこれがその醤油ラーメンです。いや、絶対美味しいですよ。これ最高の食べ物だと思うよね。こういうやつね、あんまり味も濃くなくてね、あっさりした、しかし出汁はきっちり効いている。600円でしたね。600円なんだけどね、量はいっぱいあるんですよ。こんないい商品が熱海観光地価格ではなく通常のね、大衆食堂みたいな値段であるのかと。いや、これは嬉しいですね。日高屋のね、醤油ラーメン390円に比べれば安いと思う、高いと思うでしょうけど、量は日高屋の倍ぐらいありましたんでね、全然割高じゃなかったですよ。もう夕飯はこれでバッチリです。チャーシューも1個ですが乗ってまして、しかもとても分厚い。お店の人もみんな親切でしたね。動画撮るのも2つ返事で OK いただきました。ありがとうございます。
こんなにねむしゃむしゃと食べてるんですよ。なんか私最近麺をすするのがあまりうまくないということだったんで、今後は練習しようと思います。今ね練習中。ちょっと皆さんこれ見て採点してみてくださいね。まず冷ますじゃないですか。その後食べるんですけど全然すすってないですね。なんかねすするってできないわけじゃないんですけど、服に跳ねそうだからね、あんまりすすらない方がいいんじゃないかなと思っていつもこういう食べ方したら、まあどうでもいいですよね。胡椒をかけて風味を変えます。いや醤油ラーメンに胡椒絶対美味しいですよこれ。次また熱海に来たら寄りたいと思います。さてこれから一旦東京方面に向かいます。今日は紀宮神社の大祭ということで、子供たちのお囃子というのかな、こういうのもやってました。歩いて10分ほど、食後のいい運動ですよね。熱海駅に向かいます。なぜこれから横浜へ向かうのかというと、まあですね、後で話そう。やっぱりね、横浜までの乗車券1320円と、それから今日は平日ではなく祝日で安いのでグリーン車で向かうことにしました。沼津からやってきた列車、車内にはお客さんがまあそれなりに乗っていました。グリーン車は結構混みますね。やっぱり祝日だとみんな考えることは一緒というわけでしょう。温泉上がった後ちょっとこうぼんやりとした感じね、もう食事しちゃいましたからね、薄れてきましたけど、体もちょっと眠くなってグリーン車の座席に体を持たれるのがとてもいい感じです。これは歯を磨いてるわけですけど、この後すぐに寝ますんで歯磨きもしました。列車で1時間少々横浜に到着。これからですね、また別の旅が始まります。伊豆大島熱海日帰り旅はこれで終わりですが、これから先山口県にまた日帰り、往復とも夜行列車、特急サンライズ瀬戸号で、これからまずは岡山に向かいます。その先の動画についてはまた次回の動画でお楽しみいただきたいと思います。もちろん出します。そういうわけでさっき歯磨きを急いだし、それからサンライズ号は、熱海にも停車をするんですが、しかしさすがに夜の11時まで熱海でずっと起きて、11時半かな、ちょっとそれはきついというわけでですね、一旦早く寝るために横浜へやってきたのです。もうすぐに、歯を下半分しか磨かなかったので上半分も磨きました。そしてこれはタオルですが、日光亭入って濡れたタオルね、これを加湿のためにここにこのように並べておきます。そうすると乾くから都合がいいし、温泉入ったねタオルってちょっとカバンの中で持て余しますよね。そして喉の痛みとかそういったものの予防にもなるわけです。それでは次回は日帰りで、周防周南とか呼ばれているところかな、徳山とか岩国とか、地元の面白い観光地、名物、そしてちょっとは歴史にも触れたいと思います。お楽しみに。伊豆大島熱海日帰りぶらり旅かな、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。次回もよろしくお願いします。